松永作、手打ち三徳包丁、どうなってるのかな、これ鋼の出具合をちょっと見とかんとあかんのですけど、どないなってるかな、この辺、この辺かな、刃境は。これで刃境でいいのかな。ここが鋼切れかな。ここにすごいガクーンとラインついてるから、なんか一回機械研ぎでがっつり角度つけたのかもしれません。まあちょっと砥石に当ててみましょう。その方がはっきりする。よっよっよっ、これが元の状態です。刃を当てない、一定の角度とかでもない、ベタっと寝かした状態でとにかく横面を当ててみると、やっぱり先の方の鋼がないですね。ここもない、釣ってるかな、ここら辺もない。裏はどうなってるでしょうか。この辺はグラインダーで削ってる跡、こういうのが出てくるのがかっこ悪いんですよね。これもグラインダーで削ってへこんでるとこ、この辺もまあそういうことでしょうね。いかんな、これは。わかりますでしょうか、鋼がほとんど出てない。ここは切れてるのかな、鋼切れかな。こういう風にですね、鋼がほとんど出てませんみたいな状態になってるのは、原因の一つとして考えられるのは、まあ、鋼自体がですね、結構まあ元々こういう風に薄い包丁でしてですね、厚みの薄い包丁で鋼の層がすごい薄いという可能性が一つとですね、あとこの刃先だけですねガクンと角度をつけて研いでいるという可能性と二つありますが、鋼の層自体も割と薄いとは思いますがね。でここ見て、ここがこっち側から出てるから鋼が、こっち側にくねっと曲がってる。でこっち側は、まあ、もうちょっと研いだら出てくるのかもしれないですけど、やっぱりあんまり出てないとかですね、こういうのはまあ状態に合わせてこっちを置く研いでこっちあんまり研がないとか、そういう微調整っていうのをやってあげないと、ちゃんと鋼が前に出るっていう風にならない。ここら辺は裏面が鋼いっぱい出てるけども表面がほとんど出てないで、裏面のこの辺にグラインダーで削った跡があっちゃうんだけど、薄い鋼の層の鋼の部分まで削っちゃってるんで、こっちから削って持つかなとか、そういうのがちょっと心配になってきたりしますね。鋼が出てきました、さっきのところ。こっちは鋼がないんで曲げようか、ちょっとこれ叩いて叩くか、小地棒かな、曲がるかな、曲がるな、曲げてあげたらこんな鋼の出方になりました。バードピークみたいにもなっています。
こんな感じ。裏はこんな感じ。うん、かなりペラペラになっちゃったな。破線を整えるのはぼちぼち後々にやっていきましょう。で、ちょっとですね、こっちの、ここら辺の厚みを抜いておきます。こんな風になっております。こっちはやばいな、まあ、一応全部鋼は出たけどもうみんなギリギリ。鋼がもともと中に入ってる鋼がすごい薄いですけども、この薄さの中に入ってる鋼ですごい薄い紙みたいな薄さの鋼なんですけど、それでまあハンマーでバンバンバンって叩いて伸ばしてるもんでですね、微妙にこう鋼が中でこう揺れるんですね。でそのせいでですね、ここいっぱい叩いてる、ここいっぱい叩いてる、でこっちはいっぱい出る、この辺もいっぱい出るけどこっちがあんまり出ないとかですね、中でこううねうね、ちょっとうねうねするとですね、中心線に鋼を出すのがすごい難しくなってくるというちょっと難しい包丁なんで、これ機械で研ぐの難しいかもな。中で鋼がどういう風になってるのか確認しながら研ぐということができないと、こういう風にこもってくれないもんでですね、機械だとこうなるとちょっと難しいかもしれませんね。400万当てるとかなり端境線がはっきりしてくると思います。よいしょ、こんな感じ。どや、ところどころいっぱい出ると石は、さっきの400番も初めの220番もこの1000番も、同じ系統とことがいっぱい出る石なんですけども、研いだ面がこういう風に曇ります。曇りがちになります。砥石の中には研磨材っていうですね、硬い粒と小さくて硬い粒と、結合材っていうですね、まあ、粘土ですね、研磨材を塗り固める役割をするですね、粘土をがあってですね、柔らかいと言われる砥石はこの粘土の部分が結構崩れやすい、変形しやすいという性質を持っておりますが、この粘土がですね、クッションになって研磨材の粒が直接的に、刃物を削る錯覚音がですね、あんまりくっきりしない、もわっとしてくれるんで曇った感じになりますが、今400番の後に1000番で飛ぶと、さっきの全体的にもわっとしたのがなくなっちゃう、実装がどんどん見えてきてしまう。これが1000番で研いだ後です。こんな感じ、こんな感じ、1000番です。で次2000番で研いでいきます。
ここはちょっとちゃんと歯が出とるのか怪しいですね。まあ向きになって攻めんようにします。この辺もギリギリなんだな。ここだけ怪しい。ちょっと気に食わんけどほっときます。何回か時に出してくれたら塩梅になっていきますよっていう感じ。エッジラインがですね、うねうねしてるのがわかるでしょうか。うねうねしているところがですね、ここ例えばここを機械で削りすぎているせいでここが曲がってます。その曲がったところがちょっとへこんでるとかですね、このまあまあ機械でって機械が悪いわけじゃなくてですね、その辺配慮せずに破線際とか削っちゃってる人が悪い。ちょっと前研いだ人は下手くそです。機械研ぎが悪いのではなくて、これを研いだ人が下手くそです。前にこれは今一気に矯正するんじゃなくて、まあ別に今の状態でも使えるのは使えますんで、まあ何回も出してくれれば僕は矯正していきます。この辺のなんかペコーンとへこんだところとかですね、この辺のへこんだところとかも飛ぶたびになくなって、まあ見た目綺麗な形には何度か何年かかけて治っていくとは思いますが、そういうことをちゃんと考えて研がないとダメですよ。以上です。